はい、こんにちは、トレーナーの染谷俊樹です。今回は初心者向けにチンニングについて解説していきたいと思います。私は5年半ぐらい筋トレやっていて、背中のトレーニングっていうのは主にチンニングを行っています。で、私の今の背中なんですけれども、こんな感じです。コンテストで入賞するぐらいのレベルの、背中の筋肉を、チンニングをすることによってつけることができています。チンニングをマスターすることができれば、かなり効率よく背中の筋肉をつけることができますし、逆三角形のかっこいい体を作ることができますので、ぜひこの動画最後まで見て参考にしてみてください。今回この動画で解説するチンニングは、ただ上体を持ち上げるものじゃなくて、広背筋ですね、背中の筋肉に効かせるためのチンニングをやっていきます。まずはちょっと今実演しますのでご覧ください。こんな感じですね。今みたいな広背筋にしっかり効かせるためのチンニングをやるためのステップっていうのを解説していきたいと思います。で、解説する流れとしては、まずはチンニングができるようになるための3つのメニューと、次にチンニングをより背中に効かせるためのコツで、最後に、チンニングができるようになるためには体脂肪率を落とそうっていう話をしていきます。では早速チンニングができるようになるための3つのメニューを解説していきます。1つ目はアクティブショルダーです。肩甲骨を内側に寄せて下ろすような動きを練習していきます。実演していきますので、ちょっと見ててください。バーを握ってもらってぶら下がります。この状態から肩甲骨を寄せて下ろす、こういう動作ですね。首を長く胸を張る、上体を持ち上げなくてもいいので首を長くして胸を張ります。背中に効かせるためのチンニングにはこの動きがとても大切になってきます。肩甲骨を下げながら寄せていくことによって広背筋をしっかり使うことができます。よくあるチンニングのエラーとして、この肩甲骨が下がるんじゃなくて上がってしまって腕に効いてしまうっていうエラーがよくあります。こんな感じです。上体が丸まってしまうと背中の筋肉ではなくて腕の筋肉に効いてしまって広背筋に効かなくなってしまいます。ですので、まずは背中に効かせるためのチンニングを覚えるためには、この肩甲骨の動きですね、下げながら寄せていく、こういう動きになります。これをマスターすることによって背中の筋肉に効かせることができるようになります。無理に上体を持ち上げてしまって、この腕とか首が疲れてしまっては、チンニングを行っている意味がないので、まずは上体が全然持ち上がらなくても大丈夫ですので、この肩甲骨の動きですね、最初はこの動きをするだけでもかなりこの広背筋とかに筋肉痛が来ると思いますので、まずはこの動きからやってみてください。このアクティブショルダーがうまくできるようになってきたら、次はネガティブチンニングを行っていきます。ネガティブチンニングっていうのは、チンニングの動作で降りる動きだけを行うトレーニングになります。実際やってみます。台を使って上体を上に持ち上げて、チンニングのフィニッシュポジションから下に降りていきます。しっかり胸を張って、チンニングのフィニッシュポジションを作って、ゆっくりゆっくり降りていきます。降りたらまた上に上がって、またネガティブ動作だけを行っていきます。こんな感じで、まずチンニングの動作が難しい場合っていうのはネガティブな動作だけを行っていきます。なぜネガティブチンニングを行うのかっていうと、筋肉は引き伸ばされるのを耐える力っていうのは強く発揮できるようにできてるんですね。例えば、ベンチプレスとかも上げる時よりも下ろすのを我慢する方がこれ我慢できると思うんですよ。それと同じ理論でチンニングも、上がるっていうのは難しくても降りるのをゆっくり耐えるっていうのはできると思いますので、まずチンニングの第一歩としてはこのネガティブチンニングをマスターされるのが一番の近道です。で、もちろんラットプルとかを行って広背筋を鍛えるっていうのも大切なんですけれども、そもそもこの下半身が地面についているのかついていないのかでかなり使う筋肉だったりとかトレーニングの方式っていうのは変わってくるので、もちろんラットプルとかもやりつつも、このネガティブチンニングですね、こちらも並行してやってみるように
してみてください。最後3つ目の種目ですね。こちらがリバースグリップでチンニングを行っていきます。リバースグリップでチンニングを行う理由なんですけれども、これオーバーグリップよりもリバースグリップの方が上腕二頭筋の関与が強くなるので、広背筋の力があまり強くなかったとしても腕の筋肉で持ち上げることができますので、比較的簡単にチンニングができるようになります。ですのでまだこうチンニング、この胸を張った状態、このアクティブショルダーのいい状態を作った状態でチンニングができない人っていうのは、オーバーグリップよりもまずはリバースグリップでやってみてください。こちらも実践していきます。やり方チンニングと同じで、オーバーグリップではなくてリバースグリップで握っていきます。リバースで握って、これもしっかり胸を張って肩甲骨を下ろしてから上体を上に持ち上げる。リバースグリップではかなりね、この二頭筋の関与が大きくなりますので、普通のチンニングができない人でもかなりやりやすいと思いますので、アクティブショルダーをやってネガティブチンニングができるようになってきたら、リバースグリップのチンニングを試してみてください。次にこのチンニングを背中に効かせるコツなんですけれども、これはお尻に力を入れることです。お尻の筋肉と背中の筋肉っていうのはつながっていますので、背中の筋肉を縮めるときにお尻の筋肉もグッと力を入れてあげると、さらに広背筋の収縮が強くなるので、これを行うことによってチンニングを行うときの、背中の筋肉の刺激を強くすることができます。バーを握ってお尻にグッと力を入れて胸を張って動作を行っていきます。でお尻に力を入れることによって体が反る方向にですね、動かしやすくなるので、胸も張りやすくなって、アクティブショルダーのいい姿勢が作りやすくなるので、そういった意味でもアクティブショルダーの練習の時からしっかりお尻に力を入れるようにして動作を練習してみてください。今までなんとなくチンニングをやってたっていう人も、このお尻に力を入れるかどうかでかなり広背筋への効き目っていうのは変わってくると思いますので、ぜひねこちら取り入れてみてください。最後に体脂肪率は 15% 以下にしましょうっていうところを話していきます。チンニングをできるようにするためには体脂肪率を低くすることをお勧めします。理由についてはチンニング自体がそもそも強度の高いトレーニングですので、体脂肪率が高い状態、体重が重い状態っていうのは体脂肪が多い分加重してチンニングを行っている状態になってしまうので、さらに強度が高くなってしまって、チンニングがやりにくくなってしまうからです。もう私もそうなんですけれども、今みたいにこうやって体脂肪が絞れている状態とオフシーズンのプラス10キロぐらいある状態だと、かなりこのチンニングの楽さっていうのは変わってきます。チンニングっていうのは見れば分かる通り、重力にもろに逆らうトレーニングになるので、体脂肪率っていうのはかなりそのトレーニングの強度を左右してしまうので、チンニングができるようになりたいっていう人はまずは、チンニングの練習をやりつつも体脂肪率を落とすようにしてみてください。その一つの目安として体脂肪率 15% 以下っていうのも目安にされるといいんじゃないのかなと思います。で、体脂肪率の落とし方については別で動画を撮っていますので、こちらを概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックお願いします。最後にまとめると、広背筋に効くための、チンニングですねを初心者ができるようになるためには、まずはアクティブショルダー、肩甲骨を下ろすような動き、下ろして寄せるような動きですね、この動きを練習していきます。で、次にネガティブチンニング、チンニングの降りる方の動作を練習していきます。で、最後にリバースグリップですね、リバースグリップのチンニングを行うことによって、普通のオーバーグリップができない状態でもリバースグリップであれば、この上腕二頭筋の関与が強くなるので上がりやすくなります。で、この3つのステップを経て、最終的には普通のオーバーグリップでのチンニングを行うようにしてみてください。そしてこのチンニングを最大限効率よく広背筋に効かせるためには、お尻の筋肉ですね、お尻に力を入れて動作をすることによって背中の筋肉の収縮がさらに強くなりますので、ぜひそちらも試してみてください。で、プラスアルファでできる限り早くチンニングができるようになるためには、体脂肪率っていうのは 15% 以下になるようにダイエットも頑張っていきましょう。はい、こんな感じで私のチャンネルでは筋トレとかダイエットについて役立つ情報を発信していますので、もしこの動画が役に立ったらぜひチャンネル登録お願いいたします。で、もし筋トレとかダイエットでわからないことがあれば、どんどんコメント欄にコメントお願いします。今回の動画はこれで以上になります。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。